スナップショット、リストショットの話をしていきたいと思います。で、今っていうのはスティックが大きく変わってカーボンになって軽量になって、さらにフレックス、ウィップ、柔らかく作れるようになりました。そのスティックのテクノロジーを 100% 使い切れるかどうかでシュートの速さっていうのは大きく変わってます。で、よくある、日本で教えられている昔ながらのシュートの打ち方っていうのは、このヒールですね、根元の方からパックを回して脇を締めて体を回転させて打ちなさいっていうシュートの打ち方をすると思うんですけど、今っていうのはそのシュートの打ち方っていうのはもうしません。なぜかというと、スティックがテクノロジーとともに変わってきたことを 100% 使い切ろうとすると、そのシュートの打ち方だとシュートっていうのは遅くなってしまいます。なので今っていうのはスティックのフレックス、ウィップを使ってしっかりしならせてインパクトできるかっていうのがすごく大事になります。で、それのスティックのテクノロジーを 100% 使い切るための動作っていうのが、これから話していくことになります。で、初心者の方からアイスホッケーを始めていくにあたって、シュートを打つポジションっていうのが、体の、ローテーションですね。肩のローテーション、ヒップのローテーション、手首の、ローテーション、手首の、プッシュプル、カッピングってパックをかぶせてシュートを打つインパクトの瞬間、フォローするっていう形になるんですけど、その中でまずホッケーのこのパワーポジションですね、膝を少し曲げた状態からパックをバックレッグ、右足、僕の場合ライトハンドなので右足になるんですけど、右足から左足に持っていってシュートボックスって言われてる、軸足の前の位置ですね、インパクトのする瞬間っていうのはこのシュートボックスの位置がとても大切になります。で、そこに持っていく時に少しパックの手前を床を擦ってシュートをインパクトさせていくっていうのが非常に大事になります。まあ、その後インパクトした後にプッシュプルっていう形で、左手はプル、右手はプッシュで押し込むっていう形にはなるんですけど、で、そこで最も大事なのはそのインパクト前後の動作がすごく大事になります。それが右のバックレッグからフロントレッグに持ってってインパクトする瞬間にプッシュプルっていう形になるんですけど、そのプッシュプルの前のしならせる位置っていうのが大事になります。で、これが左手トップハンドの位置は前に出してボトムハンドは下に押し込むっていう形になるんですけど、なんでそういう話をするかっていうと、スティックこの角度を作って押し込む位置、このスティックの面ですね、こっちのスティックの面をしっかり床に押し込まないとスティックっていうのはしならない状態になります。で、しならないでスティックをトップハンドですね、左手のトップハンドが脇とかについた状態になると、一切これがしなった状態っていうのが作れなくていけないので、ここをしっかり空間を作ってこの位置でプッシュプルしていくっていう、その可動域というかその場所を作ってあげたいんですね。で、それがしっかり手が前に出てると斜めにスティックが入ってきてシュートボックスのところをしっかり押し込めるので、速いシュートが打てるっていう形になってます。一回打ってみます。バックレッグの方からパック持ってきてフロントレッグの方に持ってきた時に手が前に出て右手は床に向かってこすりつけてプッシュプルっていう形になってます。プッシュプルした後はフォロースルーはしっかり顎の位置ぐらいまで持ってくるっていうのが一つ目安になってます。一回打ってみます。はい、こういった形でしっかりフレックスを効かせる、インパクトの手前で床をこすりつけてしっかりフレックスを効かせるっていうのが大事になります。上手い選手って打ててる選手とのその動作の比較みたいな感じにはなってきます。すごい。スピードしないで使うの全然ありですけど、ただそのマティスみたいな打ち方になると右足は使えないんで。今最後しかパチンと音鳴ってないんです。
こっち出した方が下に伸びるじゃないですか。なんかこう、フェードに綺麗にこう乗ってないんですよね。こっちから来るときはもう左足重心です。